初心者のための筋トレ行ってみたいと思います。まあ、LB ジムは24時間でやってますんで、私がいない時に来られる方もいらっしゃいます。まあ、そういう方ですね、こういうビデオを見てちょっと参考にしていただければと思いますね。今日は分割法について話させていただきます。筋トレって一般的に3分割でやるんですよね。大筋群っていうのが、まあ、胸と背中と足だからですね。それを3つに分けて、小筋群である二頭筋、三頭筋、三角筋ですね。それを合わせていくっていう感じなんですけれども、まあ、基本的にはそうですけど、まあ、始めたらばっかりの方は全部回してもいいですからね。胸と背中と足をやって腕もやるという感じですね。1種目ずつですね。それは3分割になると、種目が増えるから、3種目とかになるわけですよね。だから最初のうちは全部回してもいいですからですね。最初はやることが大事ですから、そのためにも LB ジムは24時間にして、とにかく一番大事なことは頻度ですからですね。最初はちょっとやっていただいて、まあ、週3、4回来れる人だったら、まあ、2分割とか3分割に分けていけばいいですよね。まあ、よく初心者の人が初心者を教えると、絶対3分割じゃないとダメだと、まあ、3分割って言葉を覚えたからでしょうね。絶対それじゃないとダメだって言いますけど、条件によって違いますからですね。また初心者の段階では分割する必要がない方もいらっしゃれば、強度が上がってきたらもうできないからですね。今日胸をやったら明日は胸できないから、それによって2分割に分けていくっていうのは正しいやり方ですからね。その人に応じて、分割法っていうのは変えていくっていうのは一番いいですね。分割法の考え方としては、例えばこれ胸の種目ですけどね、インクライプレスをやった後、例えば足をやるとかじゃなくて、インクライプレスをやったら次はダンベルプレスをやるとかですね、胸っていう風に続けてやるってことですね。これが一つのやり方ですね。ただ、スーパーセットみたいな感じで胸と足を合わせることもありますからですね。それもケースバイケースですから、まあ、基本的には最初は全身を回して、それで、だいぶこう慣れてきたら2分割にして、その次3分割にするってことですね。分割法が先にあるわけではなくて、その人のこうトレーニングの熟練度がありますからですね。その人はトレーニングが慣れてきたら分割法っていうのは加えていけばいいですね。分割法っていう理屈は、最後まで追い込んだ方が筋肥大が起こりやすいわけですね。つまりインクライチェストプレスをやって、まだ効いてなかったら今度はフラットベンチをやるとかですね、ダンベルプレスをやるとか、とにかく LB ジムとにかくマシンが多いですからね、いろんな種目がやりますから、まあ、効かせるトレーニング的にはこれ片手でやるのもまた別種目と考えてですね、こっち向いてやるとかですね、まあ、もしくはこっち向いてやるとかですね、 いろんな角度によって、こう刺激を変えるっていうのが効かせるトレーニングなんですけど、これはちょっと上級者のトレーニングなんで、最初は頻度ですね、しっかりこう週、まあ、何回でもいいんですよ。2回って決めたら2回やるとかですね、毎日やりたかったら毎日やると、それに応じて分割法っていうのは変えていきますから、最初に分割法はありきじゃないということですね。その人のこうやる気とこう体力によって分割法っていうのは変えていけばいいっていうのが、今日ご紹介したかったことですね。初心者のための筋トレ続けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。